で、8年もですね、市教委に、おりまして、普通は3年で終わるっていうのが普通のパターンなんですけれども、なぜか8年もいてですね、で、いきなりですね、いきなり校長でその工業高校に行きなさいとこうなったわけですね。で、洛陽工業高校っていうのは全国で一番古い公立の工業高校なんです、実を言うと。で、幾多の経営者ですから、技術者を生み出した本当に誇りある高等学校なんです、これは間違いなく。で、でしかもね、本当に私運がいいのか悪いのか、もう黙ってても就職って 100% やったんですよ。で、逆に普通科で就職したいなっていう子が困った時にですね、洛陽でその9月16日にですね解禁になって、でそれでほぼ 100% バーンって就職決まって、その後余ってるですね求人票を普通科がもらいに行くみたいな時代を僕も東南高校の時に経験してたんですね。だから逆に言うと、進路指導は9月16日で終わってですね、もうあとは左内輪で3年担任は過ごすなんていう、本当に素晴らしいその進路実績のある学校やったんですけど、私が行った時は運悪くですね、前の年にリーマンショックがあってですね、就職大氷河期ですね、求人全然来ない。で、3月の20何日かまで最後の一人を、卒業式の後ですけれども、最後の一人を就職させるために奔走したっていう、この5年間でした、本当に。で、まあ、それが逆に言うとチャンスになったっていうか、まあ、このまま就職 100% で安住してる学校のままでいいんだろうかっていう、まあ、当初行く前から考えていたこととですね、こうやはり、社会が高卒でやっぱり就職して家計を支えるっていう、そういう一つのサクセスストーリーからもう離れて久しい時代にあってですね、やっぱりもしものづくりって目的が何なのかですね、目的がものづくりを極めることが目的なのか、それとも就職が目的なのか、どっちなんだろうって考えた時に、やっぱり目的が就職なんですよね。入ってくる時のあそこ行ったら高卒で必ずいい就職口があるって、でそれが就職だ代表学期によってですね、定員割れの危機に陥るわけですね。で、そんな中で本来の、工業教育通してものづくりのイノベーションを考えようっていう、本来これであるべきかなって、僕なんか工業以外の人間だからそう勝手に思ってしまってるのかなって思いますけれども、でそれがなかなか校内でフィットしないのです。で、これ工業高校出身の方おられたらお分かりだろうと思うんですけれども、一つの学校っていうより学校の集団として4つの集団があって、7つの学科があって、7つの同窓会があると、でその上に学校がポンと乗っかってるっていうふうに外から来た人間には映りました。で、私の前任までの校長先生っていうのはほぼ全て卒業生の方です。で、しかも洛陽工業といえば電気化っていうのが非常に有名で、京都の電気業界は本当に洛陽の出身者の方が非常に多いです。で、ただ同窓会の方の思いっていうのをいろいろ聞くとね、これも7つの同窓会があるので、それぞれが自分の出身の学科をですね愛してらっしゃるんですけれども、まあ、しかし行きたいと思って来る子が非常に減ってるっていう現状とですね、に関しては非常に悲しい思いをされてたので、じゃあ行きたい学校にしましょう、一緒になってっていう、そういうことでいろいろやりました。やっぱり行きたい工業高校にするっていうことで、本当に志ある同僚諸君とですね、まあ選択と集中も含めてですねやって、まあ再編がスタートして
私は洛陽工業で、洛陽工業にずっといたかったんですけれども、洛陽工業に行って今再編統合の絵を描いた京都工学院高校に行って最後終えたいなと思ったんですけれども、5年でですね移動となりました。でこの移動もですね、先ほどの教育委員会の時の面接に近いかな、これも3月11日にですね、電話かかってきて、管理職内示っていうのがその日だったんですね。で僕が当時恐れてたのは事務長が異動だったら困るなと思ったんです。で今から伏見と、再編統合していく中でですね、一番これキーマンは事務長だと思ってて、で事務長異動やったらこれやばいな、でも事務長長いしな、事務長7年いるしなって思ったんですね。で事務長の異動やめてくれって教育委員会に頼んでたここに電話かかってきたんですね。あ、やられた、事務長異動かって思ったら、あんたですって言われたんですね。ってでどこですかって聞いたら堀川だって、そっからもう僕の重圧 の半月間が始まったんです。堀川言ったら、あの先生の学校やないかと、でそこ行って俺が何すんねんっていう、で生徒はどう思うやろうとか、ね、でただね、洛陽工業の時に私が本当にびっくりしたのはですね、その私の母親の卒業した学校なんですよ。でこれがね、京都のこのもう一つの資料の非常にこれ不思議な話になってましてね、これちょっと京都独特なので皆さんにぜひお話したいなと思います。この1ページって打ってあるところにでの下にですね、上はこれいわゆるその戦前と戦後のですね、境目の学生改革ですよね。これは何となく分かりますよね。今は小中高大のですね、こういう633制の仕組みになってますね。で、もちろんここから中等教育学校とか、今からいわゆる義務教育学校っていうのができて、新たな仕組みが生み出されるんだろうと思いますけれども、しかしですね、戦前は国民学校があって、その先ですね、いろんな道があるということなんですね。で私の母親はですね、高等女学校というところに進学してたんですね。京都府立第二高女というところにいたんですね。でこの下の表でいくとですね、下から2番目ですわ、下から2番目の枠です。いわゆる中等学校4年生の時がですね、昭和21年度なんですね。昭和21年度です。でこの時にですね、京都が教育改革のモデル地域になって、いわゆるアメリカの教育軍政部なるものがですね、指導してるわけですね。要はアメリカのコミュニティスクールのようなものをイメージしてですね、京都の教育改革をやろうというふうに意図されたと聞いてます。でその時に今までにない新生の中学を作ると。でこれで混乱するんですね。京都は土地もないし、空き地もないし、で新たに新生の中学を作る、どこに作るかって話ですね。でそれまでので、結果的にはですね、場所がないから、小学校とですね、旧制の中等学校に併設することになったんですよ。併設することになったんです。でこの時また京都は小学校っていうのが番組小学校って言って、もともと町中を町衆がかまど金出して、その明治の学生改革よりも先に人作りだって言ってやった経緯が、だからその国民学校になってるけれども、地域の小学校に対する愛着がめちゃくちゃ強いんですね。で道田小学校って、道田国民学校で道田小学校っていう、今の道田美術工芸高校 の前にっていうのは、その先生国民学校小学校だったんですね。でそこにを中学校をにするっていうなった時にですね、そのもう数多ある同窓生が集まってですね、これでは先祖に申し訳が立たないと、この体育館でみんな腹をかっさばくんだって、そういう決意をしたという、それが京都の番組小学校に対する町中の愛着ですよね。だから結果的に新生中学の多くは新生高校と同居することになったんですね。旧中学校に
で、私の母親は京都府立第二工場っていうと今の朱雀高校なんです。で、今の朱雀高校の時に、とこに新制の中学校と旧制の高等女学校が併置されたわけですね。この時に。この時されてるんです。で、それが2つ目の枠でさ。で、私の母親は昭和22年にですね、中等級、いわゆる旧制で行くとですね、5年生です。中等学校の5年生です。で、本当はここで卒業して終わるはずやったんですね。終わるはずやったんです。ところが制度変わったから、新制の高等学校として、もう1年新制の高等学校にで学びなさいっていう指導が入ったんですね。勉強したい人は学びなさいと。で、昭和23年の4月1日にはですね、新制の朱雀高等学校の1期生としてですね、その学校の名前が変わったわけです。しかもその時はまだ女子校です。女子校なんです。男女別学なんですね、この昭和23年の4月1日の時点では。で、それから半年間で、軍政部教育課のですね、指導とですね、京都市と京都府の教育委員会、当時の教育委員会っていうのはまだ教員の代表と保護者の代表が同居していた、そういう組織だったそうですけれども、高校三原則、男女共学、総合制、小学制っていう、その制度をその時に考えはったんですね。考えはったんです。で、それを決定的にした環境っていうのは、場所がないっていうことなんですね。場所がない。一つの高地に二部授業をしてるわけですよ。午前は中学校、午後は高校みたいな校舎、一つの校舎使ってやってるわけです。うちの母親もそれ証言してくれましたので、間違いない。で、時々朝と昼が入れ替わったりするっていう話してました。で、ところがですね、その同じ新生になったところの同じ年の10月20日ぐらいにですね、もうこれからはコミュニティスクール、住んでるところの学校に行きなさいになったわけですね。10月31日にうちの母親はですね、朱雀高校の輝かしき最初の卒業生になるはずがですね、明日あなたは南区に住んでるから洛陽高校に行きなさいになったんですね。どうです、この理不尽。びっくりですよ。僕も堀川高校も同様なんです。だから当時市内の新制の高校を10校に整理するっていうわけですね。公立はたった10校ですよ。行政区ごとで10校で住んでるとこ行けと。で、これ普通は他の地域だったらですね、旧制1中とか2中って伝統校じゃないですか、ナンバースクールって言ったら、ね。ところが京都は1中も2中もなくなったんです。消滅。一中は今洛北高校だって言われてますけど、一中はですね、この昭和23年の3月31日をもって終わってるんです。で、新制の洛北高校はですね、大木高校の校地にですね、仮住まいですよ。いわゆる大木高校っていうのは女子校なんですね。府立第一高女なんです。で、男子校の洛北高校と同居することになる。で、旧一中の場所には洛北中学という新制の中学になったんです。で、二中って夏の甲子園でですね、最初に優勝したとこじゃないですか。第1回の優勝校って京都二中です。で、これは甲子園の夏の大会何年になろうがですね、1回目のことっていうのは絶対残りますから、1回目の優勝は京都二中やと、なりますよね。で、ちなみにですね、今年の甲子園で優勝したんて埼玉県の学校ですよね。埼玉の花咲徳栄やったかな。で、こっから逆算していくと面白いですよ。全然話変わりますけど、花咲徳栄に負けたんが広島の広陵でしょ。で、広陵に負けたんが奈良の天理や。天理に負けたん大分の明豊で、明豊に負けたんが鹿児島の神村学園、神村学園に負けたんが京都の成章高校や。清少に負けたんが平安で、平安に負けたんが北陵でっていくとね、原点堀川高校ですよ。これ本当に。だからこの間それを野球部の OB 会で言ったらですね、
OB 半分怒ってましたけどでも今年原点だって胸張って卒業生って言ったらなんかみんな複雑な顔してたから面白いんだけど、だけどあの第1回優勝校の日中はですね消滅してるんです。この昭和23年の3月に消滅で、その後は中学校、新生の中学校になってるんです。新生の中学校で日中だった人はですね今の伏見工業のところに移動してるんですね。日中が同居したんです。ところがこの日中も解体されてですね、10月の、31日にはですね地域住んでるところに行きなさいになったんですね。でうちの母親は10月31日にですね洛陽高校に行ったわけですよ。でもともと男子校ですよ、洛陽なんて工業高校ですよ、一高って言って、でそこにですね女学校から来たやつはたった23人だって言ってました。であなたこ行くの嫌やって半分が辞めたって言ってました。まだ男女別学の世界だったですからね。でうちの母親はですね勉強したかったからもう泣く泣く行ったわけですね。泣く泣く行って、僕もこれはね本当に驚いたんですけども、うちの母親が昼のなんか番組に出とるんですね。でなんやろって思ったら、要はいきさつはこういうことなんです。その昭和23年の10月31日に洛陽高校で旧府立第二工場っていう列に17人かなんかポソって並んでたらしいんですね。隣がねその京都二中の学生で大島渚やったんです。だから大島渚の最終学歴京都大学にあと入学されるんだけど洛陽高校出身なんですね。で大島渚の初恋の人を言ってうちの親テレビに出てるわけですよ。これはたまげましたね。でそういう意味で洛陽工業高校は私本当に落下山のようにですね校長で行ったんですけれども、実は母の母校だったんですよ。で言われました、最後の方はね、お前はお母さんの母校を潰すんかって随分言われたけども、だけどいやもっといい学校にすんねやということでやってました。でただやっぱり成功体験してるんですよね、ものづくりって。日本は本当に成功体験してきて、で高度経済成長を支えた工業高校が支えたんだっていう自負もある。でいわゆる従順で根性のある産業選手を育ってきたわけです、間違いなく。でだけどここからやっぱり付加価値っていうか対話力のあるそういう同じ職人にしてもやっぱり対話力のある人を育てていってブレイクスルーしなきゃいけないんじゃないかなって。で僕からしてみたらなんか頭真っ白にして作業するっていうのがどうしても違和感があって、これはもしかしたら受験オタクにも共通することかもしれないですけども、そうじゃなくてやっぱり今やってることに疑問を持ちながら本当に対話しながら自分を変えていくようなそんな教育をしたいなって、工業高校でもできるようにしたいな、そんな学校を作りたいなってそのように感じて過ごした日々でございます。さてどんどん進めていきたいと思います。24枚あるまだ5枚目ですね。